ここからはニューヨークのスタジオからこの一週間アメリカで注目されたニュースがまとめてわかるウィークリーキャッチです今日もアメリカ ABC ニュースが大きく報じた項目をお伝えしますジョージア大学女子大生殺害事件容疑者はベネズエラからの不法移民で政治的な議論に発展しています ニューヨークの医科大学が授業料無料にそれを可能にした莫大な寄付の金額とははじめに今週初めからテキサス州などで少なくとも5つの大規模な山火事が相次ぎそのうちの一つはテキサス州での観測史上最大規模に広がっています 山火事が多発しているのはオクラホマ州とニューメキシコ州に隣り合わせたテキサス州北部で高温と乾燥による自然発火とみられていますオクラホマ州との州境まで100キロ弱の距離にあるスモークハウスクリークでは100万英ー,ー以上が炎焼、火は住宅地に迫り住民は避難を余儀なくされています テキサス州のアボット知事は州内60の軍に災害宣言を発令、一部の地域では避難命令が出ていて複数の学区が休校の措置を取りました。 Been life safety, residents. この火災により国がが管轄する核兵器のの組み立て施設一一部の稼働を一時停止しましまた火災は州を越えて延焼、オクラホマ州にまで及んでいます。 道路では避難する住民らの車両を炎が巻き込む様子も捉えられていますこの地域では多くの家の消失や停電などの被害が発生少なくとも1人の死亡が報告されています一方、イリノイ州シカゴ周辺では激しい嵐に見舞われましたイリノイ州を含む3つの州で少なくとも9件の竜巻が報告されています シカゴ近郊の住宅街では、数件の家が壊れるなどの被害に遭いました。また、ワイオミング州の農場地帯でも、家屋が竜巻により大きな被害を受けています。テキサスの山火事は現在も広がりを続けており、100万エーカーが延焼している地域では未だ3%しか鎮火できておらず、消火には時間がかかりそうです。 次です1日金曜日が期限の政府機関の一部閉鎖を回避するためバイデン大統領は上院・下院の議会指導部らと会談し歳出法案の成立のため議会に速やかな行動を促しました先月27日火曜日バイデン大統領とハリス副大統領はジョンソン下院議長・シューマー上院院内総務 それにに加え上院院と下院両党のリーダーダをホワイトハウスに招集バイデン大統領はリーダーらに政府閉鎖の回避を求めるとともに国境問題、ウクライナとイスラエルに向けた支援などを盛り込んだ予算法案の可決を強く求めました。

期限内に合意に達しなかった場合の影響は非常に大きいと警告しています。今回の会合で、共和党にとっての最優先事項の一つである国境警備については、政府、議会のどちらの側も歩み寄りはなかったとされています。 When you talk about そんな中、ミシガン州ではこの日、民主共和両党の予備選が行われ、民主党はバイデン大統領、共和党はトランプ前大統領が制しました。しかし、ミシガン州ではバイデン政権のパレスチナ自治区ガザでの戦争に対する対応をめぐり、 イスラエルを一方的に支持する政策に強く反対する民主党員がバイデン氏に投票しないと呼びかける抗議活動を起こしていました、um, gonna, アラブ系アメリカ人の多いミシガン州予備選では結果的にバイデン大統領が制することになりましたが今回 民主党員が投じた支持者なしとする票数は予想を大きく上回りこれは抗議キャンペーンに賛同した票によるものだとし11月の大統領選への影響が心配されるとメディアは伝えています全米の民主党支持者の間でも国境問題イスラエル戦争への対応などに対してはバイデン政権に不満と失望を示す人が多いとも言われています 次ですジョージア大学キャンパス内で先週発生した女子大生殺害事件で警察は26歳の南米ベネズエラ出身の男を逮捕しました男は国境を越えてアメリカに来た不法移民でした先月22日木曜日ジョージア大学キャンパス内で遺体で発見されたのは 元ジョージア大学の学生で現在は別の大学に転籍し看護学を学ぶレイケン・ライリーさん22歳で殺害された日はキャンパス内の公園でランニングをしていたとみられています警察は翌日23日金曜日に補瀬茨容疑者26歳を逮捕茨容疑者は兄とともに大学の近くに住んでいたとされています 当局の発表によりますと茨容疑者はベネズエラ国籍で2022年にアメリカに入国した不法移民で一時拘束されましたがその後釈放されニューヨークなどでも暮らしていたことが分かっています茨容疑者は去年8月ニューヨーク市でバイクの無免許運転などで逮捕された記録がありまた11月にも ジョージア州内で万引きで逮捕されたとされています。警察では、容疑者は過去に被害者との接点はなく、犯行は偶発的なものだと見ています。同時に、被害者の頭蓋骨に大きな損傷を及ぼすほどの残虐さがあったとしています。 月曜日にはジョージア州のケンプ知事はライリーさん殺害事件はバイデン政権の移民政策の失敗によるものだと強い口調で非難しました。 移民に寛容な都市と言われているニューヨークのアダムズ市長も不法移民による犯罪の増加に対し正域都市政策を撤回する考えを示していますニューヨーク市警はこの事件の司法当局が発表している茨容疑者の ニューヨークでの逮捕歴は記録にないと主張しています。次です。先月発表された1月の新築住宅の販売件数が、前の月と比べ1.5%増加。中古住宅販売も3%増加し、住宅ローン金利の安定を受けて、堅調な伸びを見せています。 上昇を続けていた住宅ローンの金利が若干落ち着いたことを受け、特に中古住宅市場に活気が出始めています。1月の中古住宅販売は3%増加。最も販売が多いのは南部と西部の地域です。アメリカ人が金利の高さに徐々に慣れてきているため、市場に出回り始めた中古住宅に目が向けられています。 新築住宅データによりますと1年前と比べて売りに出されている住宅の数が8%近く増加していますがパンデミック前のレベルをまだ40%下回っています住宅ローン金利は依然高い状態ですが6.9%と10月のピークをおよそ1ポイント下回りました 専門家家ははは金利ががやににに戻るるる何年もかかか可能性があととしていますすこちららのののの夫婦は在庫の少なささ価格の高さからシアトルで家を探1月の初めにやっと寝室が3つある一軒家を購入しました。 全米に展開する老舗デパートメイシーズが全体の30%にあたる150店舗を閉店することを発表しました。先月日日火曜日アメリカ大手デパーーートチェーンメーシーズは 経営立て直しししのののたため利益率の悪い150店店舗をを閉店する計画を発表しました2019年にはメイシーズのほか傘下の高級デパートブルーミニュデールズや高級化粧品専門店ブルーマーキュリーを含め全米に870店舗を展開していたメイシーズですがパンデミック後は経営再建が求められる状態となりました。閉店店がが決まった店舗の1つが 400人の従業員を雇用するサンフランシスコユニオンスクエア店のメイシーズですメイシーズによりますと売上率の低い150店舗を3年かけて閉店する予定で年内に50店舗を閉店するということですその代わりに高級志向のブルーミングデールスを15店舗 ブルーマーキュリーを三十店舗増やすとしています世界的に見ても大学授業料がダントツで高額なアメリカ中でも医学部は高額で多くの学生は多額の負債を背負って卒業することになりますそうした中ある医科大学で一人の女性による莫大な寄付で現役の大学生全員 そして今後入学してくるすべての学生らの授業料が無償になります10億ドルおよそ1500億円の寄付によりこれまで1年間およそ6万ドルだった学生全員の授業料が半永久的に無償になったという知らせを受けニューヨークのブロンクス地区にある アルバート・アインシュタイン医科大学の学生は歓喜にあふれました寄付をしたのはこの大学の元教授で現在は理事長のルース・ゴテスマン博士93歳ですゴテスマン博士の夫は投資家で著名投資家ウォーレン・バフェット氏の持株会社に早くから投資していました2022年に高いしその株をすべて相続したゴテスマン博士は 長年勤めたアルバート・アインシュタイン医科大学に授業料として寄付することにしたのですその寄付は学生たちの人生をも大きく変えることになります家族への負担もなくなります Like、super, super happy about it. 医療系の大学の授業料はアメリカの中でも非常に高くこの医科大学では卒業する頃には20万ドル、およそ3000万円を超える借金を抱える学生がこれまでは半数近くいたということです。 今回の寄付は10億ドル、およそ1500億円と莫大で、この総額の4 5、5%で毎年全学生の授業料は賄えます。残額の利息や投資で利益が出ることから、半永久的に学費を支払い続けられる仕組みになっています。 医科大学は競争率が高く、アインシュタイン大学も合格率は3、4%。え今回の授業料無料の発表で、さらに競争率が高まるだろうと言われています。えそれでは、今週のウィークリーキャッチはこの辺でお別れです。どうぞ、素敵な週末をお過ごしください。ごきげんよう。